悪の超 AI 技師ビクティムはブレイブポリスに最後の決戦を挑むため、チーフ10の記憶を消し、超 AI により完全な悪の心をメモリーしていた。ハイパーチーフ101、そしてハイパーチーフ102よ。お前たちに新しい力を与えてやる。悪の心を持ったお前たちならその力を使いこなせるはずだ。一方、ブレイブポリスでは東堂がイギリスから持ち帰ったプログラムによるファイアージェデッカー計画がスタートしていた。ファイアージェデッカーとはジェデッカーとデュークファイアーが合体した最強のブレイブポリスである。だが計画は予定通りにはいかなかった。え、合体したら超 AI メモリーが壊れちゃうの？ファイアージェデッカーへの合体データに破損箇所が発見されたんだ。現状のままで合体すればデッカーとかデュークどちらかの超 AI メモリーが完全に破壊してしまう可能性が極めて高い。なぜそんなことに？それはね、デッカードが自分の記憶を取り戻すときに合体データに干渉してしまったからよ。なんだって？じゃあこれはデッカードのせいだっていうの？さあね。だけどデュークの方の合体データは完全よ。レディ、その話はやめよう。今は他に考えねばならないことがある。東堂主任、我々がファイアージェイデッカーになってお互いの超 AI メモリーが無事に残る確率は？それはその確率は 0.002%。 はっきりゼロと言った方がいいかもね。 0.002%、 5万分の1か。5万分の1だとするとうまくいかない確率は5万分の 49,999 だ。お前は黙ってろ。冴島総監、とにかくこの計画は続行しましょう。はぁ？待ちな。俺がプログラムを一から洗い直してデータを修復する。いつ強力な犯罪ロボットが出現するかわからないです。悠長に構えてる暇はありません。でも今のまま合体したらどちらかの記憶が消えちゃうんだよ。君だって覚えてるはずじゃないか。記憶をなくしたデッカードがどんなに。友永警部、あなた何か勘違いをしてるんじゃなくて？彼らはロボット、人間じゃないのよ。警察官の使命は一般市民を守ることにあります。この場合、私的な感情は捨て去るべきです。あんやろ、俺たちのことを一体何だと思ってるんだ。いくらなんでもあれは言い過ぎだよ。確かに我々は人間ではないが、心を持ったロボットです。決めた。僕、レジーナが担当するメンテナンスはボイコットしちゃう。そうだな、自分もそうしよう。ああ、あんな奴に体いじられたら何されるか分かったもんじゃねえからな。おっと、ナイトさん、可愛いお姫様にチクリに行くのかい？別に、ただ不愉快な話は聞きたくないだけだ。あっそ、じゃあ勝手にすれば。二人ともいい加減にしないか。デューク、すまない。いや、いいんだ。確かにレディは無神経すぎた。だが、私は彼女の優しさを信じてやりたいんだ。レディには悲しい過去がある。逃げろ、バレッサ！逃げるんだ！パパ！待て！レディの母である、ロボット技術者でもあったバネッサ・アルジーンは違法ロボット兵器の開発プロジェクトに加わっていた。当時警察官だったレディの父デビッドは妻を逮捕することができなかった。その後バネッサは逮捕され、デビッドは警察官を辞めさせられた。レディは罪を犯した自分の母親と警察官であることを捨てた父を今でも憎んでいる。レジーナにそんなことがあったなんて。彼女が良い心と悪い心にこだわっているのはそのためか。私はレディの望んだ完璧な警察官にはなれなかった。レディを苦しみから救えなかった。だから誓ったんだ、レディの笑顔を見るためならばどんなことでもやろうと。リューク、あ、レジーナ。レディ、リューク、知っていたのね。
然なる悪の超 AI、 破壊と殺戮の欲望だけが奴らの心を支配している。帰ろう、レディ。白馬に乗ったプリンスのお迎えね。でも残念でした。私はプリンセスじゃないわ。レディ、チーフテンなのか。ずいぶん派手に暴れてるようだな。よし、くらえ。うわっ、両親を憎んでいるのか。黙秘権を使ってもいい？真面目に聞いている。当然よ、私の中にはあの人たちと同じ血が流れているのよ。私はたとえどんな仕打ちを受けたとしてもあなたを心の底から憎めない。レディがいたからこそ私もここにいるのだから。人間の心には自分を想像した者への愛情はないのか。え？ヘイボス、あとは俺たちに任しときな。よし、電源フライ。ダメだ、このままじゃみんなやられちゃう。あなたの気持ちには感謝するわ。分かってくれたか。でも、え？ごめんなさい。人間は思い出を捨て去ることができないの。私はまだあなたに笑顔を見せられそうにない。レディ、リューク、聞こえる？ボス、またチーフテンが現れてみんなはピンチなんだ。早くこっちへ来て。分かった、すぐ行く。待って、事件なら私も現場へ行くわ。思い出は人間にとって大事なものだ。捨て去る必要はない。え？さよなら、レディ。リュウ君、さよならって、まさか。ジェネコ、ボス、合体命令。リュウ君、よし、フレイバー、リュウ君ファイヤー、リュウ、ファイヤー、フレア。私が相手だ。ようやくブレイブポリスが全員揃ったな。ダンよ、例のデータを転送しろ。了解。あ、これは何をする気だ。なんだ、一体何が始まるんだ。まさかあいつら。ブレイブポリスよ、本当の戦いはこれからだ。